ホデアハンスワローズ逆転プレイ負け。まあ清水が言って終わりました。清水が打たれるならもうダメやわ。オスナがかなりあかんかったな。まあ見せ場は作ったほな。また広島戦よりは面白かったな。負けたのはしょうがないとこだし、後ろ打たれ出したな。中継ぎは疲れてる敵。宮崎にビビって先頭支給ってヤクルトの中継ぎかよこいつは。今日の展開で負けるの本当にきついな。シミノボで打たれたら諦めもつくわ。他におらんし、青木おじさんの頑張りに応えられないチームさ。塩見はなんだかんだええな。2軍の調子とか関係ねえ。今年はずっといろいろ噛み合わないね。このままボイでゴールかな。清水のとこで中村出してたら勝てたかもな。4回のチャンスでも長岡が裂いて威厳できれば、6回村上がもう一押しできたら、青木のホームランでちょっと気持ちよくなったから許してやるわ。サイスニがなんとか試合作ってくれたのとこが青木のホームランはポジ要素かな。しばらく前に先行されたら無抵抗のデータがよく出てたけど、勝ち越し逆転して再逆転される最近の試合の方がきつい。中日とどっちが再開になるかな。後半戦上位3チームと8戦無事負け越しどころか初戦以外全負けしそうで震える。オスナは契約終わったらさよならやね。ご視聴ありがとうございました。